閲覧注意。韓国ドラマ最古だけど大丈夫、はい、今日は最古な料理で最後は大丈夫いきましょう。先日ご紹介した韓国食材で今日は作っていきましょう。まずは鶏の足。入れていく。湯がきます。匂い消し、たくさん入れます。チャミスル、これでアクを出していきます。はい、アク引いていきます。はい、じゃあタッパル調味料を全部入れちゃいます。まず唐辛子ね、少し辛めにしようか。辛炒めにしようか。激抜く、じゃあ細い方の唐辛子、こっちもなんかコクが出るんで結構好き。2種類ブレンド、コチュジャンね、同量。水も入れるんでこれ最後水で溶いちゃおう。大さじ3で、水飴大さじ2、醤油も大さじ2、にんにく小さじ2、ここにごま油大さじ2。はい、これで調味料完成。ここにあと水を 30cc ぐらい入れていくんで、今日はこの瓶の中に水を入れてきれいに使っちゃいます。こちらも火をつけて、沸くよね、最高やねこれ。ファンタスティック。玉ねぎ、人参、青唐辛子、ゼロカロリー。混ぜて炊いていきます。あ、あの屋台でポチョで食べたらいいね。え、最高やん。5分ぐらい炊いていきます。こんな感じね。よいしょ、こんな感じ。美味しそう。続いて豚足、ソウル豚足。こんな感じ。骨なし。どうかね。ね。はい、豚足。かせ。キンパ用のごぼ、カニカマ。これも一緒に炒めておきます。おじみ。ごぼう、まっ、甘辛に。じゃあ軽くごま油で炒めちゃう。カニカマもちょっとやるとうまいよね。キンパ用のたくあんね。たくあん、え、たくあん、たくあん、はい、うん、ほら、うわ、はい、せーの。あ、酸っぱ。日本のたくあんより酸っぱくない？酸っぱい。うん。ピクルスに近い。うん。お肉とたくあん、卵、カニカマ、ごぼう、海苔、そしてナムル。今日は人参、きゅうり、もやしのナムル作ってるんで、もうこれ醤油とごま油でジェッとしただけ。これを巻いていきましょう。ね。はい。じゃあ海苔。はい、3本ね。おお、カニ、おっ、たくあんと、これうまいやろ。すごいんですけど、ぶっとさ。マティッシュ、うん、ほら、いい感じよ。はい、これ、はい、じゃあカット真ん中いきます。こんな感じ。そうね、めちゃくちゃ美味しそう。
ただきます。ソウルマッコリ今日は。しない。超美味しい。飲みやすい。まあ。あ、じゃあ焼酎も用意しとこう。うん。結構これ飲んで。計量カップで。いいやん。これ何 cc？ 15ミリリットル。15。あ、いいやん。じゃあ何杯の何本飲んだか分かるやん。むず。こぼれる方が多いけど。めっちゃ濃いな。うん、でこれちょっと置いておいて、カップで食べながらじゃあ、うん、行きますか。じゃあ左手。うまい。うん。うん。最高やで。見て、こういうこと。うん。うわ、もうやっぱ。タレつけていい？これ。うん。もしたら返しょね。うん。唐辛子と一緒に食べたい。いきます。どう？うん、痛い。これいいな、片手。うん。え、これめっちゃいいやん。韓国人の人、賢い、うん。めちゃくちゃうまい、これ。え？食べる。食べる。めちゃくちゃ美味しいじゃん。この青唐辛子があったやん。ちょっと入れた方がいい。うん。これめっちゃタレ美味しいな。うん。天才の。うまいな。自分の才能が。怖かった。めっちゃ怖かった。手持ち入れてないの。野菜。これ野菜つけたらよかったな。野菜めっちゃよかった。よかったな、玉ねぎ半分入れて。うん、青唐辛子入れた方がいいよ。辛くないから全然。あ、冷凍してたらマシ？うん。辛くないんじゃないの？ものじゃない。やっぱさすがに、さすがにさ、これ入れへんかんやけど。これ最後な。はい。ああ甘い。揺れれる、うまくなってる。本当？うん。褒める上手。今で45でこれ50。はい。うわー、これめちゃくちゃ美味しいんやけど。この。ソウル豚足900円、お超おすすめ、お店の味。めっちゃうまい。うまい。めっちゃうまい。ああもう15ミリリットル超えた。ちゃんと計算してるのに。やばいべ。90ミリリットル。で24杯で1本やから、その24杯まで全然大丈夫。これで飲んだらすぐやけど、これやったらさ、うん、なんの24回飲めるの？俺24回入れなあかんねん。行こう。最高だけど大丈夫。ちょっと怖かったもん。なあ、最初ちょっと抵抗は、爪切ってるところぐらいはちょっとしんどかったな。コラーゲン好きの人は絶対好きじゃない？これコラーゲン好きな人多いやろ。絶対好き。これとか水炊きとかでもいいよな。うん、見た目だけやんな。え、鶏の手鍋、うん、
手の足だ。え？足は手前。ん？手は。鳥の。足鍋。足鍋。ソックス。足湯にする。ん？足湯。ドクターフィッシュ。魚や。魚でもドクターチキンや。食べたいのにの。うん。これだってめっちゃ安かったやろ。1キロで300円。これ500グラムやろ。半分残ってるから。うん。で950円。え、すごい。うん。多分コチュジャンの方が高い。ルチャイかそれだけの方が高い。ルチャイが作った方が高いじゃん。着色料の方が高かった。